京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ、秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ、最後は大外枠のレッドモンレーブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはダノンスコーピオン、ソーバリアント、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがソーバリアント、バスラットレオン先手を取りました。内からはデルトンバローズ、その外にビーアストニッシド、さらにはダノンザキッド、その隣にマテンローオリオン、ダノンスコーピオン、すぐ後ろ。さあ、京都競馬場3コーナーの坂を上り、ここでソーバリアント先頭に変わりました。まだ粘っています。デルトンバローズほとんど差がありません。バスラットレオン3番手、後続も追い上げていきます。さあ、先頭はエルトンバローズ、ソーバリアント、その後ろバスラットレオン、続いています。ダノンザキッド、続いています。その外からはビーアストニッシド、ガンデッダノンスコーピオン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エルトンバローズ先頭、しかし後続も伸びてきた。あと 200m、 シュネルマイスター追い上げてきた。2番手はシュネルマイスター、この足色はどうか。セリフォス、セリフォス、セリフォス、1着、2着にはどうやらシュネルマイスター、3着にレッドモンレーブ、勝ったのはセリフォス、このレースを制したのはセリフォス。スタートしました。勢いよく飛び出したのはダノンスコーピオン、ダノンザキッド、この馬も好スタートを切りました。10番ダノンザキッド、行きました。エルトンバローズ先手を取りました。その外からビーアストニッシド、さらにはバスラットレオン、マテンローオリオン、すぐ後ろ、その後ろにダノンスコーピオン、内からはエーヤ、勝負どころ 3,4 コーナー中間。さあ、先頭は依然として3番エルトンバローズ、バスラットレオン、ほとんど差がありません。ビーアストニッシド3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はエルトンバローズ、バスラットレオン、続いています。なんでビーアストニッシド、離れてマテンローオリオン、セルバーグ、続いています。エーヤ、続いています。ダノンスコーピオン、その後ろ。さあ、直線に入りました。これからの勝負、エルトンバローズ先頭、3馬身から4馬身のリード、ビーアストニッシド必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、ここで後続が襲いかかる。外から一気にナミュール、エルトンバローズ先頭だ。エルトンバローズ、エルトンバローズ、1着、2着にはどうやらナミュール、エルトンバローズ見事このレースを制しました。勢いよく飛び出したのはセルバーグ、イルーシブパンサー、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがセルバーグ、セルバーグ先手を取りました。すぐ後ろにエルトンバローズ、その外にバスラットレオン、並んで10番ダノンザキッド、ソーバリアント、すぐ後ろ、その外からマテンローオリオン、その後ろからはビーアストニッシド、ここでエルトンバローズ先頭に変わりました。マテンローオリオン、ほとんど差がありません。ビーアストニッシド3番手、後続も追い上げていきます。さあ、先頭はエルトンバローズ、ビーアストニッシド、続いています。マテンローオリオン、その後ろセルバーグ、その後ろ、その外からはダノンザキッド、内からはイルーシブパンサー、その外からはレッドモンレーブ。さあ、いよいよ直線の攻防、エルトンバローズ先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。ソウルラッシュ必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 ソウルラッシュ先頭だ。あと100、2番手はレッドモンレーブ、ソウルラッシュ先頭だ。ソウルラッシュ、ソウルラッシュ、1着、2着は微妙です。ソウルラッシュ見事このレースを制しました。各馬綺麗に揃いました。さあ、先行争い、ビーアストニッシド前に行きそうです。先手を取ったのはビーアストニッシド、オレンジの帽子バスラットレオン、その後ろ隣にはダノンザキッド、その外にマテンローオリオン、エルトンバローズ、そのうちに続いています。さらにはセルバーグ、並んで2番エイヤ。さあ、坂の上りから下りにかかって、さあ先頭は依然として14番ビーアストニッシド、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。バスラットレオン、ビーアストニッシド2番手に控えました。ダノンザキッド3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はバスラットレオン、
ビーアストニッシド、その後ろプランデッダノンザキッド、内からはゼルバーグ。さあ直線に入りました。これからの勝負。バスラットレオン先頭、後続も横いっぱいに広がっている。ダノンザキッド追いすがります。バスラットレオン先頭、あと 200m、 先頭は変わって、ダノンザキッド、ナミュール抜けた。2番手はダノンザキッド、先頭はナミュール、1着でゴール。2着にはどうやらダノンザキッド、3着にエルトンバローズ、勝ったのはナミュール、このレースを制したのはナミュール。スタートしました。好スタートを決めたのはバスラットレオン、ソーバリアント。この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてソーバリアント行きました。ビーアストニッシド先手を取りました。内からはダノンザキッド、すぐ後ろにエルトンバローズ、その外にバスラットレオン、マテンローオリオン、すぐ後ろ、その後ろからはセルバーグ。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、ここでダノンザキッド先頭に変わりました。ダノンザキッドリードを広げていく。2番手はバスラットレオン、ビーアストニッシド。3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はダノンザキッド、間が空いてバスラットレオン、その外からはビーアストニッシド、間が空いてセルバーグ、内からはエルトンバローズ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ダノンザキッド先頭、2馬身から3馬身引き離す。バスラットレオン足色は十分、前に迫れるか。外からシュネルマイスター、あと 200m、 レッドモンデーブ追い上げてきた。レッドモンデーブ抜けた。レッドモンデーブ先頭だ。レッドモンデーブ、レッドモンデーブ1着、2着はシュネルマイスター。レッドモンデーブ見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはバスラットレオン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてバスラットレオン行きました。バスラットレオン先手を取りました。並んで14番、ビーアストニッシド、すぐ後ろにマテンローオリオン、内からはソーバリアント、黄色の帽子ダノンザキッド、その後ろ、ここにつけたのがエルトンバローズ。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、前はバスラットレオン、2番手はエルトンバローズ、マテンローオリオン、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はバスラットレオン、エルトンバローズ続いています。マテンローオリオン、その後ろ離れてセルバーグ、内からはエーヤ、その隣からはダノンザキッド、その外からはソウルラッシュ。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはエルトンバローズ、2馬身から3馬身のリード、マテンローオリオン。2番手、手応えはどうか。エルトンバローズ先頭、あと 200m、 先頭は変わってセリフォス、セリフォス先頭、セリフォス先頭だ。セリフォス、セリフォス1着、2着はシュネルマイスター、3着にエルトンバローズ、勝ったのはセリフォス、このレースを制したのはセリフォス。スタートしました。ポンと飛び出したのはマテンローオリオン、綺麗なスタートを切りました。15番、マテンローオリオン行きました。先手を取ったのはバスラットレオン、ビーアストニッシド、その前に進出エルトンバローズ、そのうちに続いています。その隣にダノンザキッド、内からはエーヤ、青の帽子セルバーグ、その後ろ、さあ坂の上りから下りにかかって、前はバスラットレオン、マテンローオリオン、ほとんど差がありません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバスラットレオン、エルトンバローズ、その後ろマテンローオリオン、その後ろ離れてセルバーグ、その外からはダノンザキッド、ダンデッド、ビーアストニッシド、その隣からはソーバリアント、ソウルラッシュ続いています。さあいよいよ直線の攻防。バスラットレオン先頭、内の方からエルトンバローズ、さあ先頭に立ったのはエルトンバローズ、後続も横いっぱいに広がっている。エルトンバローズ先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度はシュネルマイスター、2番手はソウルラッシュ、シュネルマイスター、シュネルマイスター、1着、2着は微妙です。シュネルマイスター見事このレースを制しました。